ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。よいに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を払え。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと拓馬さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへはいけないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。そのはて、誰じゃったか知りもせんが、お主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。乙事は影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇様、必ずや勝利をつかんでまいります。ここが飛騨村か。暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、隼人さん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。
村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるわ。隠れてろ。光は避けて誰にも見つからないようにするんだ。音を立てるな。夜を利用するんだ。明かりは避けろ。見て、明かりをすり抜けた。星が出てる。やっ、闇に隠れるのです。計画実行中。熱熱中起きてたからよ。猫と鳥、闇と共に。闇と一緒に動く。急げ、小汚い百姓め。まだ全部じゃないだろ。え、闇を利用するのよ。仕事だ、突入する。イエイ、やった、できるわよ。光は私たちの敵。そこには行けない。俺にぴったりの仕事だ。夜の刃、闇のごとく水のように動け。闇を利用しろ。静か。手裏剣を使おう。水のように明かりは避けろ。まるで夜の狼のごとく。何か聞こえたぞ。俺にぴったりの仕事だ。夜は真っ暗だ。火を消すわけにはいかぬ。夜を利用するんだ。突入する。数よりも腕だ。手裏剣、せっせっせっ。ちょうだい。闇を利用しろ。
手裏剣が使える。いや、狙いは外さない。夜の刃だ。いただくぞ。準備完了。こそこそとできるわよ。明かりは敵だもん。急げ小汚い百姓め。さっと我ながら上出来。そう、いつでも準備はできて終わらせてみせる。優雅な解決法ね。新しい闇、気づかれるわけにはいかないわね。幕開けね。密かに。気づかれないまま。あ、面白そう。こそこそちゃんと動くわね。鳥の声、メロディー。行くわよ。さし足、明かりをすり抜けて。誰かいるのか。素敵なメロディ。夜メロディ。火が消えてるな。行くわよ。静かにして。行くぞ。ここ。シルク。風を切る。夜が味方よ。光は忍者の敵。闇の準備いいわよ。便利だな。もらうわね。へい、やった。我が刃は静かに。音を立てるな。水のように動け。俺にぴったりかと。個人的な恨みはない。手裏剣術。いや、狙いは外さない。そのやり方で行くのはあまり賢いとは言えんな。ハヤトさん、もしかして泳げないとか。バカを言うな。明かりは先だ。猫と鳥抜き足。用心深く敵の視野に入らない。見えないわ。ショーの始まりね。闇と一緒に動く。待つのって退屈。見られないようにするのよ。そろそろ時間だ。お願い。なぞなぞかな。仕掛けがいっぱい。今行くわ。静かにね。視界が悪い。完璧だ。待っても無駄だな。時間だ。仕事だ。お願い、自由に。
待つのって退屈。アナさん、起きてね。静けさが私たちの味方よ。素敵なメロディー。こそこそ静かにして。うぬぼれるな。猫と鳥できるわよ。誰もいらないんでしょ。光はまるで夜の狼。密かに夜が一番働きやすい。俺にぴったりの仕事だ。夜を利用するんだ。静かに。自由にしてください。黙れ。手裏剣を使おう。夜は憂鬱だな。風を切る。今のは明かりは避けろ。剣術。音を立てるな。準備いいわよ。狐が狩り中よ。見られないように。見て、見つからないように星が出てる。落ち着け。手に夢中だ。闇を利用しろ。私たちは闇。待っているぞ。夜は真っ暗だな。今は優位に立っているわ。優雅な解決法ね。闇と一緒に動く。幕開けね。闇を利用するのよ。敵の視野に入らないように。服が見えるわね。期待できそうだわ。ここまで長かったな。満足したか？ええ、とっても。あなたの態度でもっと楽しくなる。なんで喧嘩してるの？今聞くな、ユキ。我ながら上出来。さあシア、私にもらってほしいって。ワナさん、起きて。楽しいメロディー。闇に隠れるのです。光は避けるのよ。幕開けね。闇と一緒に動く。待つのって退屈。誰だ？見られないようにするのよ。特別な粉よ。数よりも腕だ。いつでも準備はできているわよ。しっかり見張る人たちようね。うまくいったわ。闇を利用するのよ。行かないの？簡単ね。もらうわ。もう酒だ。ショーの恥として朝の雪。闇と一緒に動くの。計画実行中。向こうからは見えないわ。敵だもん。蛇みたい。嫌なサプライズでしょ。こそこそと。メロディー、行くわよ。いるのか。そう、静かにね。何事も優美。バッチリな罠ね。移動中よ。夜が味方よ。私に時間は無駄にしながら解決法ね。うぬぼれるな。夜を利用するんだ。一日中明かりは避けろ。これでもう言うのよくなるわね。風呂でも持ってきてほしいか。
それは素敵ね。決して譲りはしないんだな。こそこそした狐みたいに。完璧だ。そう、静かに。夜が一番働きやすい。敵の視野に入らないように。幕開けね。闇を利用するのよ。光は忍者の敵だ。水のように動け。まるで夜の狼のごとく。音を立てるな。水のように動け。音を立てるな。闇を利用しろ。静かに。俺にぴったりの仕事だ。何をしている。もっと先に。闇のごとく。隠れる場所があるとは思えんな。馬小屋へ向かおう。二人の役人がおしゃべりしてるようね。そんなの変装してついていけば気づかれることはないでしょう、ね。読んだらすぐ走ってこい、うん、新しい服がある、はい、それを使うといい。夜の刃だ。突入する。風で明かりが消えたんだ。夜を利用するんだ。明かりは避けろ。音を立てるな。まるで夜の狼のごとく。闇を利用しろ。静かに。水のように動け。闇のごとく。おい、何をしている。もっと先だ。そうだね、こそこそと。狐が狩り中よ。別の樽をご用意しておりますね。見つからないようにね。そんなの気にすると思うか。簡単ね。すぐ走ってこい。わかるか。ゆっくりと。はい、もちろんでございます。抜き足。静かにね。こそこそと。我ながら上出来。楽しいわね。狐が狩り中よ。明かりは敵だもん。見つからないようにね。ゆっくりと。明かりをすり抜けて。夜の泥棒ね。おい、何をしている。もっと先だ。蜘蛛の巣に足を踏み入れるってね。さあ、し足。別の樽をご用意しておりますもらおうね。そんな蛇みたいに。まで鳥の声。読んだらすぐ走ってこい。嫌なサプライズでしょ。もちろんでございます。何をしている。もっと先だ。すみません、別の樽をご用意しておりますので。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。わかるか。はい、もちろんでございます。敵
できるわよ。明かりをすり抜けて静かにして。うまくいったわ。ゆっく、私にふっ、うっ、この拙者を待たせた。夜の刃だ。おい、何をしている。聞こえるか。もっとお酒だ。拙者からは逃げられんぞ。突入する。すみません、別の樽をご用意しておりますので。水のように動く。そんなの気にすると思うか。まるで夜の狼のごとく。はい、もちろんでございます。刀を使うか。静かに。壁の中を張って音を立てるな。明かりは敵だもん。コソコソした狐みたいに簡単ね。静かにね。待っているぞ。手裏剣術、剣術。見て、竜に叫び星が出てる。くぞ、突入する。イエイ、夜のドラゴンね。そう、静かにね。あれはなんだ。抜き足。消しちまったのか。コソコソした狐みたいに。メロディー、行くわよ。明かりは敵だもん。すみません、別の対応を用意しておりますので。静かに小刀さん。すぐ走ってこい。分かるか。はい、もちろんです。楽しいわね。見つからないようにね。ピストルさん、今行くわ。落ち着け。水のように宇宙だ。闇のごとく。数よりも腕だ。視界が悪い。完璧だ。まるで夜の狼のごとく。静かに。俺にぴったりの仕事だ。おい、何をしている。お酒だ。音を立てるな。すみません、突入する。光は私たちの敵よ。そんなの気にすると。闇と一緒に動く。計画実行中。もちろん。はい、もちろんでございます。移動中よ。光は避けるのよ。終わらせてみせる。闇を利用するのよ。気づかれないままね。計画実行中。おい、この情報は重大ね。安全なところへ移動して分かったことを話しましょう。私たちは明かりやすい夜を利用するんだ。そんなの気にすると思うか。読んだらすぐ走ってこい。明かりは避けろ。みんないる。ここです。簡潔にな、ユキ。乙事大将自身がここにいるみたいね。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。同感よ。好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して
俺は影から、誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して。ハヤトさん、子供じみた遊びは終わった後にしましょう。何事も勇気。もっと酒だ。光は避けるのよ。夜が一番闇を利用しろ。闇から闇へ。柔らかいおじぎ。ショーの始まり。静かな意思表示ね。優雅な解決法ね。馬車の荷物と安全の確認をしろ。敵の視野に入らないように。闇と一緒に動くの。夜明けには進軍する。終わらせてみせるわ。気づかれないままね。百姓どもは何か見えるぞ。呪われた運命。闇を利用するのよ。光は避けるのよ。計画実行中。部下は残りの時を楽しんでいる。そうだな。闇と一緒に動くの。優雅な解決法ね。移動中よ。夜が味方よ。見つからないようにね。はい。狐が狩り中よ。今は優位に立っているわ。国葬から米、さらに牛をもらうぞ。確認しろ。あの百姓どもは生きてはおりませぬ。もし食いたければ我々に加担するべきであったな。偉大なる影様の指令で金沢の町を明日制圧する。部下にはよく食べてもらわぬとな。士官にはさらに食料をよこすように指導いたします。金沢城は将軍の憤怒に対する我らが砦、我らのものになれば影様から軍を率いて到着するまで持ちこたえる。部下は残りの時。おっことと影様の計画が分かったわね。金沢。昇様にすぐ伝えましょう。イカダを盗んで川下へ向かいましょう。昇様の野営に。同感だ。安全な川へと向かおう。二人ともようやくね。待ちの行くぞ。夜の刃だ。待つの静かにして。退屈。赤い葉。ショーの始まる、ね、朝の雪。闇を利用するのよ。下側の百姓は宿命だ。会話術ってやっ。ねえあなた、いい感じ。静かに。こんなこと聞くのも恥ずかしい。行かないの。こそこそとこそこそした狐みたいに。我が刃は鋭い。知らなかった。待っても無駄だな。夜が私たちの味方。ありがとうね、うん、仕事しないとな。幕開けね。俺が見えるか。夜を利用するんだ。そうだね。こそこそした。いつでも準備はできている。密か。表現力には自信があるの。グーテンターク。うぬぼれるな。別の樽をご用意し。質問があるの。水の用意。準備いいわよ。光は忍者の敵だ。あら、そうなの。なんだ。光は私たちの敵よ。さよなら。夜明けには進軍する。終わらせてみせる。仕事だ。ここ闇から闇へ。神道まるで夜の多く仕掛けがいっぱい。待って。どうした。おっことを追って計画についてもっと知るべきだわ。内災として側近に紛れるわ。いい作戦だがあまりに危険だ。イカダに乗れ。
遠くから追うぞ。近い山の頂上に隠れて、そこから唇を読むつもりなのかしら。どうして二人とも。一人より二人でいた方がいいわ。いいえ、ユキちゃん、どちらかがノボル様に知らせに行く必要があるわ。アイコさん、私がするよ。これは急を要するし、子供の手に委ねるにはあまりにも重すぎるわ。子供じゃないよ、時間にたどり着くから。そうだな、この子に行かせよう。やむを得ないわ。でもこの連絡は本当に重要だから、失敗は許されないわ。はい、愛子さん。では行きましょう。